ホローエリアには町はもちろんお店もなかったから、食べ物といえば自分が調達した食料と野外調理キットで作るわびしい夕食だけ。そこに比べるとここは天国みたい。いろんな食べ物があって、見て見て、ほら、たこ焼き。青のりやかつお節っぽいトッピングもかかってて、かなり忠実に再現されている。本格的でしょ。ファンタジー世界でたこ焼きってなんかミスマッチな気もするけど、なかなかの再現率だと思う。ほらほら、キリトも食べてみなよ、絶対おいしいから。ほら、あーんして。もうキリトってば照れちゃって。時間ある？違うよ。ちょっとブラブラしない？はい、しません。こんなところもあるんだね。キリト、武器が売ってるよ。
気持ち悪い。本当かな。あ、見てキリト、こっち、ほら、ここから向こうを見て。素敵な夕焼けだね。世界全体が赤く染まっちゃうみたいな大きい夕焼け。ありがとう。どうして私が考えていたこと分かったの？うん、キリトって優しいよ。なんでそんなに優しいの？仲間、私もキリトの仲間になれたの？そっか、嬉しいな。やっぱり？何を言うの？急にそんな。別に謝らなくてもいいけど、こんな私を仲間って言ってくれてありがとう、キリト。でもそんなに優しいとずっと頼っちゃうからね。ようキリト、今日もまた迷宮区に行ってきたのか。精が出るな。そいつは結構だが、ちゃんと休息は取ってるのか。けどようキリト、俺から見るとかなり疲れが溜まっているように見えるんだがな。そうだ、いいもんがある。こいつを使ってみたらどうだ。近いがちょっと違う。友人が支払い代わりに置いてったオリジナルの調合品でな。
何でも体にいいって触れ込みの入浴剤だ。まあどれだけ効果があるかは分からんが、試してみるくらいの価値はあると思うぜ。おう、それじゃ後で感想よろしく。入浴剤、お風呂か。あのさ、さっきエギルに入浴剤もらってたでしょ。それ私にも使わせてもらえないかな。そっか、残念。ねえキリト、だって入浴剤入りのお風呂なんて本当に久しぶりなんだよ。 SAO にも温泉とかあるし、ここのお風呂だってそんなに悪くないけど。いい香りのするお風呂、久しぶりに入りたいんだ。本当に？あ、でもキリト、これから入るつもりだったんでしょ？私が先にいただいちゃまずいかな。よろしくお願いします。それじゃあお先にいただきます。石鹸借りるね。お先にお湯いただきました。
がとっても気持ちよくて。入浴剤ってやっぱり効果あるのかな。なんだか体がほてってる。ちょっと座ってもいい？そんなことないよ。できればもう一回入りたいくらい。そうだねえキリト、一緒に入らない？キリトの体冷たくて気持ちいい。うん、そうだね。ちょっと喉乾いたからかも。なんだか頭がクラクラする。どうしたんだろう。ねえキリト、どうしてかわかる？それじゃあ、お風呂ありがとうね、キリト。え？なんで？キリト、優しいね。一緒に寝てくれないの？はーい。あれ？ここは？気分。のぼせる？どうして私がキリトの部屋で。なんで私こんな格好してるの？キリト、もしかして私のこと。私、入浴剤のお風呂に入って湯船に浸かってたら、なんか頭がぽやーっとしてきて、それでその後覚えてない。ねえ、何があったのキリト。あっち向いてて。
か、ごめん、迷惑かけちゃった。おお、キリト、例の入浴剤試してみたか？どうもこうもないよ。ねえエギル、これって本当に無害なアイテムなの？リアルな入浴を完全再現したアイテムだって聞いたが。ボトルは残ってるんだな。ちょっと鑑定してみるか。なるほどな。これを湯船に入れると触れたプレイヤーの全てのステータスを上げる魔法の泉になる。ただ一定以上摂取するとなんというかのぼせるらしい。のぼせる？それにしてもそんな事態になるなんてちょっと効果が強すぎだな。今度そいつに会ったら一言文句を言っておくよ。もし改良版ができたらお前たちには最優先で届けさせるからな。迷惑をかけた詫びだ。食材も良かったけど、あのベッドが一番疲れが取れた気がするな。アインクラッドに来てから一番。早速みんなにも教えてあげないと。キリトのベッドは疲労回復効果があるって。気配をかき消し